街中にある幼稚園の中ではきっと木があったり草があったり自然を大事にしているので、まあ、そういう自然の中でのびのびと知的好奇心をねすごくこう追求できるような遊びになるような環境をちょっと選んでるんじゃないかなと思います。先生が言ったことを決めたことを子どもたちがやるということを大事にするんじゃなくて、やっぱり子どもたち自身から出てくるやりたい気持ちとか、どうやったらうまくいくのかなって考える気持ちとか、そういうのを大事にしながら、先生の言葉がけ一つでも、なんとかしなさいよ、こうしなさいという指示だけじゃなくって、子どもたち自身で動けるような言葉がけを選んでるんじゃないかなと思います。子どもたちと関わっている中で、すれ違った時にキリン先生だって手を振ってくれたりとか、話しかけてくれたりだとか、子どもが楽しそうにしている瞬間を見ると、すごくこの仕事やっていてよかったなというふうに思います。もう先生たち聞いたことは何でも教えてくださいますし、すごく質問しやすい空気を作ってくださったり、とても楽しく先生方と関われています。